ともゆきさんが嘘をついて議論を、じゃあともゆきさんが嘘ついてる、議論を俺が黒なのか。金さんと、じゃよいボタンだ。死んでいなかった。ナイス、ナイス、素晴らしい。ナイス。はい、リアクターにめっちゃいたんで、どうしようかなと思って。確かに。良いですね。ミノルさんアドミンずっといましたよね今。ずっとじゃないですよ、ウェポンで。あ、ウェポンで一緒になってその後アドミン来ました。なんかアドミンが一瞬だけ3になって怖って思って。ベントですか？あ、僕入りましたね。あ、じゃあそれか、それかな。ベントでですか？ベント、ベントでですか？顔が来るわけねえよ。潜んでたんすか？言うわけない、言うわけない。言うわけないってことは本当ってことですか？言うわけない。だとボンジョルさんが後で入ってきたのは見えたんですけど、その前に一回3になって、えっって思って、いや、弁当にこうね、いますね、誰かがね、弁当にね。あるんじゃないそれ。弁当の中もね、あの、カウントされますので、あの、アドミン情報で。アドミン情報です、ね。なるほど。誰か潜んでたんだね。潜んでたのか？中心言えよ。言うわけないだろ。言ったら楽になるぜ。他にいることは確認してるけど、3人目は知らないってこと？そういうことかな。あ、そうです、そうです、そうです。っていうことなんですかね。そうです。ミノルさんがアドミン、ミノルさんだよね。アドミン。僕いました、アドミン見てます。ですよね。なんかミノルさんと俺しかいないなって思ったら、急に3人になって誰も入ってきてないのに。で、怖って思って離れたら、その後、ボンジュルさんが入ってきたっていう。だとしたら、僕と一緒に交通したの誰でしたっけ？ずっと2人で。あ、俺、メントメイまで一緒でした。テラトさんと、そう、テラトさんと僕、その前まで一緒にいたので、テラトさんではないです、テント。間違いない。ドズル、センタンさんも、チーさんも一緒にいました。じゃあ、あれ、これ絞れてる？絞れそう。俺の見間違いじゃなければ、絞れそうな。死んでないのに絞るっていう。ベントのあれがね、ベント。他は？まだ行ってない人は。アジテさんは？僕はね、最終ね。ベントの中？いや、リアクター行って、ロアンエンジン。あ、最終の話ですか？え、トメキさん、最終の話じゃないですよね。最終の話なんで俺なの？あ、最終じゃないの。だから、最終の話。あ、最終です、最終です。ほぼ最終。もうちょっと話したい場合、ジョン友が押してケロ。ケロ？やべ、ミスった。あ、ナイス。リアクター早いですね。せっかくなの いいです、ね、押しました。はい。ありがとうございます。ゼロキル。勝ち鉄さん最終位置どの辺ですか？最終位置ちょっとあやふやなんですけど、リアクターからロアエンジン向かってストレージの方に向かった記憶あるんですけど、ストレージらへん。んぐらいかな。すいません。誰かと行動はしてない。いや途中ロアエンジンぐらいまで誰かと。一緒に移動したんですけど、僕のこと見てるっていう人いません？すごいふわふわしたですよ。リアクターから下行った人？リアクターから下行った人。1日目の行動だよね。1日目の行動です。1日目の行動です。あの、ベントの件についてってことですよね。そうです。1日目俺下行きました。あ、じゃあ一緒だったのかな？誰か一人はいました、でも。
あの下に向かったとき。じゃあ一緒に行ったのかな。リアクターなんじゃない？リアクターから、ね、下に行ったのはもう覚えてるんで。じゃあその二人っぽいですね。うん。トリッピーはメッドベイの壁越しにテラゾーさんの見つめ合ってました。いい関係。え？いや壁越し。1日目ですよ。え、どこの壁にはですか？壁越しって何？あれ、壁越しに見つく、扉し、メッドベイの扉閉まって、はい、合ってると思います。寺蔵さんがメッドベイの中入ってて、トリッピーさんが壁の、上側にいて、寺蔵さんってなんか見えないのか、あれって。ああ、下からかだから見えなかったのか。はい、かごめんなさい。ラストセンターさんもカフェにいました。はい。そうですね。ということは、ありがとうございます。全員、一応、トメキさんが嘘をついて、議論を。じゃあ、トメキさんが嘘ついてみるか。議論を書き俺が黒なのかということは、まあでもボンジュールさんがなんかそのアドミンでこう反応を見た後に上のカフェテリアから下に降りて合流してきたっていう可能性も自分の中でなくはないなっていう。いや多分時間的に無理難しいかな。リアクター鳴り終わったのがメッドベイのちょっと左ぐらいで、うん、寺田さんと一緒にいたんでしょ。ボンジュールさんが、うん、俺スキャンして、あ、まあでも時間はあったけど、メットペイでボンさんとテラゾーさんいたって言ってました、はい、うん、じゃあやっぱ俺が黒な、僕ボンさんはねすごいと思う。ないや、俺白いな。いないじゃない。白いな。いないや。すげえ。なんかめちゃくちゃ人がいたから誰も死んでないんじゃねえと思って俺しました。エレクトリから始まる。エレクトリからそうだった。さすがに殺せねえだろうと思って。結構いました。なんか8人ぐらいいませんでした。うん、8人いました。7、8人いましたね。俺閉じ込められててドア開いたらめっちゃ入ってきましたもん。すげえ並んでたもん、あそこ。リアクターが鳴った直後も結構リアクターいたけど、アドミンにはトリッピーとセンターだけでいたの。白いくない？お互いそれ。ああ、まあでもなんかリアクター鳴った時は確かに僕トリッピーアドミン見てましたけど、あれですね。まあなんかリアクターめっちゃ8人ぐらいいたの分かってるんで、逆に浮くから、あそこでキルしたら。ああ、まあそっか。あ、そういう、それでキルできなかったっていう自白ということで。おっと。よろしいですか。トリッピー城じゃないよっていうフラットな件でお願いします。ありがとうございます。まあまあ、でもこのままならタスクで勝てるぞ。そう、結構進めますもんね。進めます。だから、焦ったキルが出ると見た。この後です、ね。なるほど。なるほど。焦ってますね、今ね。あとはもしかしたら友幸さんが自分はインポスターなのかもしれないっていう自身との格好するかもしれない。3人目のインポスターになるかもしれない。3人目のインポスター大丈夫かな。あー、すいません、僕かしようか。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。スペシャルお願いします。お願いします。ないかもしれん。伏線張ってるからリアクター鳴らしまくるよ、こっから。
ちゃありそうだな。ビクトリーからみんな終わってる。どっち？解除できるので、ちょっと手伝ってください。解除するのクリックで解除できるので、解除手伝ってください。はい、解除自分で解除もできるからね。はい、ほう、あ、早く喋らせてくれよ、もう。あ、喋るな。ドズルさんとかで、さんは手動でミュートお願いします。ドズルさんとかで、さんは手動でミュート。はい、はい。ドズルさんもやられてたんですか？あのカフェテリアで、アッパーエンジンから帰って入ってすぐのところで、カシさんがお亡くなりになってました。はい、ミノルさんのセリフじゃないです。ストリッピーも見てました。はい、それを僕も、ドクトルイさんも多分その後ろぐらいで、はい、僕見てたんで、ここの4人ではないです。はいはいはい。僕、セキュリティにいました。で、白は、僕がメッドベイに入ったタイミングで、確か、黒、青、白、ピンクがそこら辺に行ったような気がしてて、僕はその後カフェテリアに抜けたところで停電になったので、エレクトリカルに向かいました。で、ミノルさんはもうエレクトリカルに同じぐらいのタイミングでついてたんで、青もいたような気がするんだよね。ミノルさんもいたような。ノッティンさんその後どこ行きました？その後ストレージ方面行って、うん、で、シールドの方に行ったと思います。ちょっと怪しいかなって思っちゃった。あーでも最後ボンジュールさんとアドミン一緒に見てたんですけど、はい、なんでその後俺カフェには行ってないと思うんですけど、うん、その、うん、なんだろう、停電中に死んだかなと思ってるんで、タイミング的には停電中か、停電になったくらいで死んだかなってなんとなく思ってるんですけど、その後だって誰も見れてないから、最終模型からじゃあちょっと会えますか。今のはカジセさんでしたっけ？カジセさんっす。を見た方、白。覚えてないな。だから僕が想像してるのはかなり前ですね。リアクターなる前の30秒前のエレクトリカルのなったタイミングぐらいなんで、一番最初リアクターなってエレクトリカルでリアクター、やべえな、ヒルができなかったな、ヤクターそもそも行かなかったな。押しました。はいはい、はい、あ、一応自分喋っていいですか？その停電の時に、はい、まあ、ストレージの方に行って、でその停電開けてシールドの方に行ってるんで、自分カフェテリアには行ってないですね。あ、メッドベイいませんでしたっけ？じゃあ最初のリアクターから、その時めちゃくちゃいっぱいいた時ですよね、人が。あ、その停電の、あ、結構メッドベイはめちゃくちゃ人いたと思うんですけど、うん、なんか入り口あたりの入るか入んないかのとこ、そう、その時に黄色、青、白、ピンク、黒がそこら辺にいたんで、その時の情報をなぜだか最後まで覚えてたっていう感じです、ね、ああ、それは時はいたなと思って、それ以降見てないなっていう記憶なんで、他の方がもうちょっと最新でカジテスさん見てるっていう情報があればありがたいんですけど、覚えてないか。ミナレさんが見つけたのはカジテスさんだったっけ？そうっす。ああ、そうっすね。
左から来て見つけた感じですか。左から来て見つけましたね。俺ね、俺アドミンで見た後にメットベイ入って、メットベイのタスクして、カフェテリアに行こうとした時に扉が閉まったんですよ。で、そのアドミンからメットベイ入った時には、そこには死体なかったはずなんで。ああ、じゃあ。あ、割とじゃあ直前。割と直前だとは思います。めちゃくちゃ冷えてることはないかな。僕がメットベイでタスクして、まあ、扉が閉まって待ってたみたいな感じ。その間にサブは怒ったかな。多分怒ってない気がする。なるほど。リアクターにいた方います？リアクターじゃない、ごめんなさい。一番右、ナビゲーション？ナビゲーション？ナビゲーション。ナビゲーションにいた方います？僕、アドビー見てずっとそこ1だったんで、多分そこドズルさんかな。ああ、なるほどね。ああ、それ俺も見ました。あ、じゃあドズルさんナビゲーションだ。はい。あれ、これつったんか。絞れないね。絞れねえな。マジ絞れない。絞れないですけど、テラゾーミノルは結構同じ動きをしてたと思ってて、カフェテリアストレージエレクトリカル直して、その後リアクター行って、ミノルさんがカフェテリアで発見で、僕はセキュリティにその時いるので。あ、カメラ光ってたの、テラゾーさん。白いのは分かった気がする。あ、はい、カメラは僕。ただ、2キルしてても、1人2キルしててもおかしくないんで、白くはならないか。白気なりきりだ。キルベースやべえ。けど、こっからリアクターがマジで効いてくるからな。マジか。どんどん死んでる。どんどん死んでる。ともゆきさん。マジか。エレクトリカルの前です。通路です。エレクトリカルの前。なるほど。うん、俺は上からアッパーエンジンの方からカフェテリア抜けてアドミンに入ってきました。最後。それトリッピー見てる。誰だ今？あ、ルイ TV です。あ、ごめんなさい。アッパーエンジンからカフェテリア行って、そこからアドミンに行った時にミノルさんとすれ違ったかな。僕もアドミンに行きましたね。あれ？あ、でも僕ルイさんすれ違ったの。僕最後メッドベイなんですけど。あ、それはセンターのは見てる。トリッピー。あー、うん、トリッピーセンターは見た。メッドベイ。まあ時間的に違うかな。それだけダメだからちょっと濃い話しないとないそれで。俺もともゆきさん見てないっすね。自分リアクター鳴った後にストレージ行って、まあ、コミュニケーション行ったんですけど、うん、その間は見てないっすね。まず先に行っててっていう感じです。うん、そうかな。ノッティさんが一番最後にリアクターに来たような気がしているので先に抜けてるの。やっぱりちょっとノッティさん怪しい。いや、来た時じゃなくてその後ですね、終わりの行動です、今のは。うん、うん、もちろん。あとリアクターから。俺の記憶が、ね、正しかった、申し訳ないんだけど、ノッチンさんは確かにカメラ位置にはいなかった気がする。ピンクは見てない気がする。あのね、一番最後ら辺に来て、リアクターに入ったんじゃないかなと思ったんだけど、リアクターに行ったらいなくて、みたいな。いや、カメラ位置にいなくてっていうのはトリッピー情報だけど、うん。リアクターが鳴り終わる頃に十字路に来てるのを見たって感じかな。いや、俺リアクターに最初に来てますよ。下直しました。ちみち来た時の話はそんなに。あ、そうです。下直しましたよ、ね、俺。わからん。トリッピーではないことは確か。そう。え、これ、入れるんすか？いや、やべ。入れなきゃダメだね、でも。ボタン押して。ボタン押せる人。いけるか。あ、ちょっと遅かったかな。コロ、のちんさんのコロ。
しかない。やってくれ。よし。ナイス。嘘でしょ、マジで。ナイス。ナイス。セラソートリッピーだと。ナイス。すげーなー。よし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 。いや最後はドキドキした。ナイス。インポスター勝つねー。勝ちますね。いやノッティンさんでしょやっぱりそうだよね。もうほとんどノッティンさんですね。全ほぼ全部のキルノッティンさんです。真逆だった。センター俺ボタン押したよ。後で、うん、投票だね。キリマにあった。キリマにあった。今リアクターに4人いたけどカフェテリアに2人。あ、そう、トリッピーとセンターがいました。うん、あ、それで俺はどこでこのキル合わせるのかなと思って、ボタンに下やったら殺そうと思って、ボタンの下を確認してから最後殺します。素晴らしい。いやー、ミノルさんはずっと下押してたって感じやね。そうっすね。僕もチャゾさんトリッピーだと思ってた。そういうことなのか。そう。ナイス。いやー、分かったな。いやー、これはもうチンさんにもキャリーされましたね。いや、初めて動画化できるぐらいのキルしました。いや、めちゃめちゃキルしまくってるよね。2キルした時も両方のチンさんですね。すごいな。悔しい。白はじゃあ直近で殺してるんだ。勝ち鉄さん。最初ナビゲーションでドズルさんやった後に。カフェテリアでは直近ではなくてちょっと前ですね。でその後アドミン行ってボンジュールさんと一緒になって、なるほど。で最後ボンジュールさんもキルクル溜まったら殺そうかなと思って殺意が高すぎる。殺意高い。カフェテリアまでだからついてったんですよね。なるほどね。いや一緒アドミン見てあそこのストレージ一緒に見に行くのかと思ってました。そうです。そのそれは実は死ぬ3秒前でした。 CA のカウントなの。うわーすげー。最後じゃあリアクター間に合わなかったんだ。30秒で俺でも直しましたよ。リアクター、あ、そうっすね。多分いやリアクターは多分直ったかな。で直ったタイミングでセンターがこっち来たの分かったんでチェイスで離れたタイミングでボタン押そうかなって思ったら、うん、あと一歩届かす。連打しまくったらキル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 ってなってました。ザクそうだね。あの状況だったら逃げずにボタン連打の方がいいよと。ボタン連打の方が良かったか。確かに。そうそうですね。間に合わないからそのキルは、うん、基本的には逃げてタイミングが一しちゃうとそれが一番危ないかなっていう。確かに。多分でもどっちみち、うん、多分キル開けてから治ったんで多分どっちみち。そうですね。うん、ああそうなんだ。疑い式は罰せずすぎましたね。だからね、多分これがね、あのリアクターの上に向かってれば間に合ってたんだけど、あのミノルさんが最初から下にいたから、ああ、食べちゃったって感じの記憶だったから、運が悪かった。うん、そうそうそう。ナイス。これは素晴らしい。センター、熱い感じだわ。センター強いぞ。強いですね。